岡山県井原市、僕が生まれ育った町。中世この町から天下を目指し旅立った武将がいた。井原で生まれ武芸に励み、そしてここ宝泉寺で遊び学んだ。北条早雲、戦国時代の幕を開け、あの有名な北条氏の祖となった人物だ。北条早雲が財産すべてを投げ打って武者修行に出たのは33歳の時だった。我々もお供いたします。うん、必ずや身を立てて戻って参ろうではないか。はっ。早雲と共にたくさんの家臣が一緒に旅立った。待った？いや。そして僕も今この町から旅立とうとしている。決めたよ。俺東京行く。やっぱり行くんだ。絶対ビッグになるから。そしたら茨城に帰ってくる。何年かかるかわからないじゃない。明後日出発する。一緒に行ってくれるかな。明後日晴れるといいね。僕には一緒に旅立つ人はなしか。あの時僕は何て言えばよかったんだろう。今日は違って見える。毎年君と行った夏祭り、紅葉の中君の顔も真っ赤に染まってた。新しい生活が嫁いらず観音で君は何をお願いしたんだろう。二人で眺めた美しい星たち、ごめん、約束守れない。俺、東京行くよ。これからもずっと愛してるって。早雲はたくさんの家臣と旅立った。僕は君一人についてきて欲しかった。Thank you.
僕もきっと早雲のように後世に名を上げてみせる。知ってる。